皆さんこんにちは、さきです。今日は今滞在しているエコビレッジのパーマカルチャーガーデン、フードフォレスト、食べ物の森に来ています。ここを少し歩いて案内というか、私も初めてなのですが、どんなものがあるか見てみます。まず入って初めにあるのがゴミ箱でも生ゴミコンポストがたくさんあって、家庭から出るゴミを捨てます。でその他に一応普通のゴミと、あとプラスチックゴミの入れるところ、これは井戸かながあって、水を貯めるタンクがあって、でこんな感じでフードフォレストがあります。時計のように、360度ぐるりと、なんだ、切ってあるというか、パイのように区切ってあって、で今はまだ手がついていないそうなのですが、ここを全部畑にして、でそれぞれに物を、植物を植えて輪作にするそうです。で豚さんが2頭いて、でここが先週まで豚さんがいたところ、豚さんが全部雑草を食べてくれて、鼻で土を耕して、で糞もするので肥料になって、でこのまま植物を植える、で豚は移動するということです。日陰もあります。豚さんには夕飯の残り物もあげているそうですね。じゃがいも、真ん中はこんな感じでベンチスペース、日陰も少しあります。こっちに行くと、これブドウかな、ブドウですね。フードフォレストっていうのは、パーマカルチャーはパーマネントアグリカルチャーの略で、1年ごと、季節ごとにどんどんと変えていってしまうのではなくて、何年もずっとその土地に生えている多年草や木を植えることに着目しています。なのでここの周りにも木がたくさん植わってるそうです。例えばベリー系やリンゴとかも植えたのかな。柿も植えたけれど乾燥で枯れてしまったと言っていました。あ、これかな、違う、こっちか。これがパーマカルチャーではとても大切な木で、窒素固定菌が根っこに住んでいて、畑だったらマメ科を植えるところを、パーマカルチャーのそのフードフォレスト、森を作るときには、食べられる森を作るときにはこの木を植えることで、毎年マメを植えなくても窒素固定する働きをする植物があるということです。これがクルミ、乾燥しているので土がクルミはよく育っているそうです。でも柿も植えたそうですが、乾燥にやられて、で亡くなってしまったそうです。撤去しなければいけない庭から移してきた多年草の植物たちで、こちらにはクリスマスツリーがあります。あとクルミの木、ネトルがたくさん、これがジャパニーズワインベリーと呼ばれるベリーだそうで、ラズベリーのような見た目なんですけれど、また違う味で、ラズベリーよりも少し、酸っぱいのかな、酸っぱくて固め、身も固めです。トゲがたくさんあるので、鳥さんも来ないようです。でも1日くらいしか持たないので、市場には出回っていない、ここでしか取れないもの。でこっちに赤すぐりなってないかな、実は。でまた豚さんのところに戻ってきました。オスとメス兄弟だそうです、姉妹で、3ヶ月後くらいかな、お肉として解体所に持ってかれて、でいただくそうです。戻って野菜が少し植わっているところを見てみましょう。ここには
ハーブが植わってますね。ラベンダー、オレガノ、ミント、ミント、ボリジ、ローズマリー、全部はわからないなまあいろいろ植わってる。これはフェンネルの仲間なんでしょう。ここにイチゴが植わっていて、で豚さんがずっと追いかけてきますね。これはかぼちゃかな、かぼちゃ、じゃがいも、かぼちゃ、いんげん、にんじん、ビーツ、ナスタチウム、じゃがいも、いんげん、ズッキーニという感じで、まあ、いろいろ植わってて、ここにはアスパラが植わっています。アスパラも多年草なのでフードフォレストには合っているということですね。アスパラ、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 ここまでアスパラ。他にはこっち側にベリーの木があって、なんだ、アップルベリーっていうの、本当に小さいブルーベリーのようなんですけど、リンゴのような形をしているベリーや、なんて、すぐり、赤すぐりと黒すぐり、ブラックベリーなどが植わっています。こっち側に行くと、これが多年草のキャベツ。キャベツといっても丸くなるタイプではなくて、まあ、ケールのように葉っぱをこう取っていくのですが、これも多年草でずっとここにあるそう。あ、カタツムリ、カタツムリを食べてくれる鳥が森に住んでいるとか、脇にはこのようなほうれん草、ほうれん草なんですが、普通のほうれん草ではなくて多年草のほうれん草で、何年もここに生えているそうです。ここ、これが移動させたフェンネル、フェンネルの木のようになっていて、まあ、多年草なので結構強いですね。ここには前まで本当にここの場所からいなくなってほしい雑草があって、でその上にシートをかけてあったのですが、まあ、数年、1年、2年経って、でもう土も完全に、なんだ、菌が殺されて雑草も殺されて、で今日こっちにカバーを動かしました。この下にはイラクサなどがあって、まあ、それも少なくしたいので、またね、なんだ、布をかぶせてで殺す予定だそうです。鶏もいます。あ、こんにちは。こんな感じで植物と動物の力を借りて畑を作っていく。このカートは移動式で、で数日ごとに動かしているそうです。ここから鶏さんが入れて、で手押し車のようになっていて、これが昨日まであったところ、こっちが今日動かしたところ、でここをパーマネントアグリカルチャーの地にするということです。Thank you.